ですって言われたそうなんですね。で事務所の方がどちらの安倍様ですかと答えたら内閣総理大臣の安倍ですと答えたぐらい全くその身構えてなかったと言われてます。そんなもんなの。みんななんとなくあの、ええ、待ってる人の方がはるかに多いんじゃないの、ね、はるかに多いんですが、ご本人は直接安倍さんにも大臣受けたくないというふうに答えたんですが、じゃあなんでこれがですね、あの派閥の論理でありまして、まあ、二階さんの派閥なんですね、うん、で伊吹文明さんという方も二階派にいるんですが、彼も文部科学大臣を断ってるんですよ。そうだよね。で伊吹さん断る、うん、江崎さん断るとなったらもう派閥にポストが来なくなるんじゃないかと、うん、二階さんが心配して受けなさいと言ったんではないかと、まあ、ほぼ命令なわけだね。命令ですね、うん、ダメだと、もう73なんだから受けなさいみたいなこと言われたそうなんですが、ご本人は本当に嫌なんだろうなと。でこれあの人柄的にはですね、あの非常に正直で、あのメディアの評判もいい方なんですが、ただ大臣としての適格性について問われると、まあ、ちょっとね危うい発言が続いてるかなと思うんですね。目的地までのタクシー運賃を乗る前にスマートフォンを使って確定させるという新たなサービスの実証実験、東京都内で始まりました。これはね便利なんですよ。あの利用者がスマートフォンの専用アプリで目的地などを入れると、もうですね運賃が出てくる。つまりあの遠回りしたり渋滞関係なくて出てきて、でそれを承認ボタンを押すとタクシーが迎えに来てくれるという、まあそういうシステムだそうですね。で今実験はですね東京23区武蔵野市三鷹市で10月6日まで行われて、まあうまくいけば全国展開という形になりそうです。昔円卓っていうのがあったんですよね。どういうものですか。1円でどこへでも行くって、近かろうが遠かろうが1円、ちょっと飛ばすのような感じの使い方ですよね。昭和何年ぐらいですか。言葉はしてるけど、昭和の初期でしょ。初期なんですか、うん、じゃあ伊藤さんもお父さんから聞いたというような感じの話ですかね。そうそうそう、円卓円卓ってよく言ったらそういうやつ言いますね。あの飛ばすなんかだとね、210円どこまで行ってもと、ああいう感じに近いんですね。東京都小池知事の側近若狭勝衆議院議員が日本ファーストの会を設立、民進党に代わる二大政党の一役を担うことに意欲を示しております。細野ちゃんとなんか喋ってるみたいですね。いろいろですね、ちょっとはぐれ鳥になってしまった人たちがこう集まってきつつあって、でまあ受け皿ということなんですが、でもそもそも自民党公認で議員になったばかりというイメージも若狭さんありますんで ね、ちょっと野党からしてみればどうなんだという。ほとんど政策は自民党なんでしょ。そうするとなんかじゃあ自民党でいいじゃないかっていう話でね、あの野党の意味合いがなくなっちゃったら受け皿にはなれないよ。まあ、維新の会は政策が見えないのでまだ連携しようがありませんという言い方をしていますね。オーストラリア沖で墜落事故を起こしたオスプレイですが、政府は国内での飛行を自粛するよう申し入れたんですが、アメリカ側に拒否、まあ、結果的に認めるという形になっています。福島第一原発の事故の当日、敷地の中にあった原発の敷地内にあった車460台外に持ち出され、一部は汚染されたまま中古車市場等に流通していたことが、ちょっと分からないのがこの分かりました、外に持ち出されっていうのがよく分からない、うん、分かんないですね。たまたまその業者とか関係者の車がいろいろ止まっていたようなんですね、うん、でそれがですね、まあ、その後こうあの避難したりとかですね、その仕事を終えて戻ってきて、そのままそのオークション市場にどうやら流れていった要するにだからやっぱりこれは、まあ、ある意味詐欺に近いようなものなんじゃないの。だってそういうことは分かってて、こういうあの売るっていう行為をしてしまうってことは認識してやってるんだからね。あのまず考えなきゃいけないのは、その東京電力としてはその事故が起きた時に敷地の中に止まっている車が、うん、こういう形でですね流れていかないようにしっかり管理をしなければいけなかった、うん、でその管理をですね、まあ、ある意味放置してあって、2012年にですね日本オートオークション協議会の方に依頼をしていろいろ調べてくれと、追跡調査してくれと言ったんですが、うん、その際に、その汚染している心配あるとは言ったけれども、まさかね福島第一原発の敷地の中にあった車両というふうには説明してなかったようなんですよ、うんね、これはね、大問題だな。だからあの日本オートオークション協議会は非常に怒っています、うん、いうことなんですね。当たり前で、うん、だからその基準を超える、ね、汚染が見つかっている車、今日本全国いろんなところでやっぱり出ているようなんですね。日報問題をめぐる閉会中審査ですが、稲田元防衛大臣、公表しない方針を了承したかどうか、これが焦点だったはずなんですが、本人出ないまま、解明されないまま幕を閉じる見通しとなりました。いや閉じちゃダメでしょ、これずっと問題にしないと、まあ、野党はね、うん、もうかなり絶望する。みんな記憶にあるよ、これこんないい加減なことやったらダメだよ。支持率が完全に支持率を気にして丁寧にっていうのと真逆の方向に行ってんだから、
支持率落ちてもいいと思ってやったんでしょ。あの陸上幕僚幹部の防衛部長が、この前フォーラムの挨拶で文書管理上のミスという言い方をしてるんですが、うん、いや違うでしょと、ミスじゃないでしょと、うん、隠してたんでしょという、うん、ことですよね。